1年生の時はショートとセカンドをやらせていただいてたんですけど、2年生の時にキャッチャーに、なんかそこからいきなり合計16チームほど出てる大会で、まあ優勝一応しまして、その大会の MVP として選ばれたっていう形です。やっぱり世界一かっこいいラーメン屋さんっていう名目でやってるんで、そこはやっぱりアルバイトとしてもそこは絶対に守っていかないといけないところだと思ったんで、そこはしっかりやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介とこれまず経歴を教えてください。はい、橋口匠と申します。今は大和大学の社会学部の2回生として、一応学生としてこちらでザギン池田店でアルバイトさせていただいてます。ありがとうございます。ご出身はどちらですか？出身は大阪府の豊野町というところで、ここから車で20分ぐらいのところですね。北側、大阪の北の方？北ですね、一番北の方です。はい、じゃあ着いたっていうこと、大学が着いたってことは、はい、一人暮らし、電車通学で1時間半ほどかけて行ってます。最初教員免許を取るために、社会学部に入ったんですけど、ちょっとまあ勉強してる過程でやっぱり教員免許を取るより普通に勉強して、で公務員になろうという考えになっていて、で公務員でも消防士を目指してちょっと資格の勉強とかをしていたんですけど、ちょっと資格勉強してて、で消防士の方に話とかを聞いているときに身長制限がありまして、おおむね160センチ身長がいるらしいんですけど、僕ちょうどそれの境目ぐらいなんで、ちょっとそれがしんどいんじゃないかっていうので、まあ、今は公務員の勉強をしながら一般企業も考えながらっていうので勉強しているっていう感じです。前もって聞いたお話で、はい、野球をされているっていうお話を聞いたんです、はいはい、その野球のキャリアというか、野球を歴史から始めていったのか、はいはい、っていうところをお伺いします。小学3年生ぐらいから野球を始めまして、まあ中学高校と大阪の公立なんですけど、まあ何年か前には甲子園に行ったこともあるっていうので、1時間40分ぐらいかけて、朝練は5時半に家を出てっていう感じで、バリバリの強豪校、まあ公立の中ではっていう感じなんですけど、まあ僕が2年生の時にはまあ大阪府の北摂の方の公立校の大会では優勝しているんですけど、まあ一応それぐらいの、まあけどまあ私立ほどではないって感じなんですけど、でもしっかり力を入れてる、まあ、はい、そうです。ちなみにポジションはどちらですか？ポジションはまあいろいろやってまして、はい、1年生の時からまあ試合に出させてもいただいて、でまあ、1年生の時はショートとセカンドをやらせていただいてたんですけど、2年生の時に、まあ、先輩もいらっしゃったんですけど、キャッチャーになんかそこからいきなり大きなコンバート、はい、先輩でもキャッチャーやってる方がいたんですけど、それでもキャッチャーでずっと2年生の時からも3年の最後まで出させていただいてたっていう形です。高校生から？そうですね、高校で1年ちょっとしかキャッチャーしたわけないんですけど、まあ高校では主にキャッチャーだったっていう感じですね。今あの大学でもされてると思うんですけど、はい、そのポジションはキャッチャーですか？キャッチャーとショートという形でやらせていただいて、結構キャッチャーってなると、はい、メンタルの部分とかが見られることが多いかな、はい、結構そういうところを含めてこう指名されたという形なんですか？高校の時は野球感が多分監督さんとちょっと合ってたっていうのはあると思うのと、肩が強いっていうので、キャッチャーでも青年野球で、はい、MVP を取られたのを、はい、ちょっと聞いてるんですけど、はい、大学の、まあ、サークル野球というか、あ、まあ、インカレとかもいろいろあるんですけど、まあ僕の大学ってちょっと規模が小さくて、はい、他の大学やったら一つの大学でも5個ぐらい野球サークルがあったりするんですけど、僕の大学は一つしか野球サークルがなくて、で入ることを、まあ、コロナもあったんでちょっと入るのをためらってたっていうのがあって、僕も自身も大学で硬式野球がやりたくて、でも硬式野球部がなかったんで、そうなんですね。それでまあちょっと考えている時に
そのサークルの代表の方が直接声かけてくださって、自分の大学のサークルに入るっていう形になって、でまあ大会も結構出たりしてて、でまあその MVP を取る前に、その大学の関西地区の一応関西選抜という形で選んでいただいて、でまあ関西地方と中四国地方と九州地方のまあ各地方選抜みたいな大会にも出させていただいて、関西代表で、はい、そうですね。それでその3ヶ月後ぐらいの大会で、そのサークルのチームではない先輩にまた呼ばれた別のチームで大会に出る機会があって、その大会で出た時にチームが優勝して、でその大会の MVP として選ばれたっていう形です。 MVP に選ばれた大会っていうのはどういう大会だったんですか？その大会が、まあ、年に 8回だけ ある大会がありまして、その大会で優勝したチームごとで集まって、10月頃にプロの球場でできる権利をかけた大会がありまして、それに出れる、とりあえずその8チームの権利を得るための大会みたいな感じで、合計16チームほど出てる大会で、まあ優勝一応しましてっていう形ですね。インカレっていう形で2回生だけで関西地方、まあ広い大学でもう2回生だけでもう野球するぞっていう形で、まあ、集めたチームもあって、それでもまあプロでの球場で試合できるよっていうので、それも目標で今頑張ってるって感じです。その球場ってどこなんですか？待ってる神宮球場、ね、去年一応11月頃に僕も1回福岡のペイペイドームで1回やらせていただいて、で去年は神宮球場のヤクルトが使ってる、はい、そうですね、言えばみたいな、はい、で一昨年はマツダスタジアムでやってたし、広島ですね、はい、っていう形ですね。 MVP を取られたっていう話ちょっと戻るんですけど、はい、そのなんか取られた理由みたいなところ、例えば得点王だったのか、あそうですね、一応僕ピッチャーもやってまして、たまたま今呼ばれたチームにピッチャーがそんなにいなくて、はい、でまあ1日目に2日目で合計4試合やるんですけど、はい、4試合中2試合全部投げて、あ合計多分14イニングぐらい投げまして、はいはい、でも1日目は無失点で完封して、2日目やっぱちょっと肩ももちろんしんどくて、まあ結構まあ何点かは取られたんですけど、まあまあ抑えて、でまあ打順も1、2番で全試合出させていただいて、でまあ得点に絡むなるほどっていうのができたんで、それを評価していただいたんだと思います。ここでもやっぱり肩の強さが生きてくる、そうですね、はい、ピッチャーはその大会ではピッチャー、そのチームではピッチャー、ピッチャーとショートとキャッチャーっていう形です、すごいですね、はい、結構マルチに、はい、あれそうです。総合的な評価を受けてみたいな、そうですね、はい、で焦点を上げたっていうのもあったと思いますね、はい、大学はまあ勉強しながら、まあ、この打撃バイトしながら、はい、で練習もされてる、そうですね、はい、今どれぐらいのペースで練習されてる？僕今実際チーム数が結構入ってるチーム数がありまして、大学のチームが一つあって、で先言わせていただいた2回生で作ったインカレチームと社会人でもう一チームやってまして、でもう一つ高校の OB で作ってるマスターズ甲子園っていう公式野球も一応やらせていただいてて、でそれと大学からやらせていただいてるのがソフトボール、川の黄緑のボール、はい、野球でいうと軟式と硬式みたいな感じでの硬式の方でソフトボール一応やらせていただいて、そうですね、はい、正直大学からそのソフトボールを始めた時にめっちゃ挫折を味わって、こんなにもできない、こんなにもできないんだっていう、やっぱやったことないっていうのもあるんですけど、まあ余計できると思ってたんで、それで余計打てないとかっていうのがあって、悔しいなと思って真剣にやり始めようと思って、結構なチーム数あるっていうことなんで、
そう、はい、そうです。練習も毎週。そうですね、基本土日はもう絶対に試合とか練習で埋まっているっていう形で、平日もだいたい週に1回ぐらいはどこかで練習が入るっていう形ですね。かなりお忙しい方で。そうですね。ありがとうございます。野球の話は、はい、ここまでで、はい、次、まあ、このザギンだって、はい、もうオープニングスタッフから入られたというお話を聞いたんですけど、はい、まあ、その時のお話をお聞きしたいんですけど、はい、入られたきっかけ、はい、っていうのはどういうことですか。私がもともと居酒屋の方でアルバイトさせていただいてまして、でそこでちょっとアルバイトの方がちょっとなんか仕事を全然やってくれないとかっていうのもありまして、ちょっと不満が溜まってる他の仲間っていうか、はい、っていうので、どこかみんながちゃんと真剣に真摯に向けられる職場って、まあアルバイトとはいえ、まあ社会体験というかっていうので、お金を稼げればいいっていうのは正直誰でもあるとは思うんですけど、アルバイトなんで。でもそれでもやっぱり社会人になった時にそれやったら絶対将来的に困ることがあるやろっていうのがあって、でまあちょっとまあアルバイトどこか結構いろいろ探してまして、そこでザギンさんがちょうど池田店オープンするっていうのをネットで見て、で友人でラーメン屋さんが好きな人がおって、その人にザギンってどんな感じのお店なのっていう話をして、めっちゃ雰囲気もいいし、美味しいよみたいな、で店員さんもめちゃくちゃ丁寧に接客してくださるしっていう話をしてもらって、で絶対じゃあそんないい職場はないなっていう考えになって、まあ面接させていただいたっていう形。じゃあオープニングスタッフだからこそこれは大変だったな、はい、そうですね、アルバイトとしてで結構なんですけど特にオープン前のレセプションっていうのがあった時に招待していただいて、でその時に部長さんとかチーフマネージャーさんとか社員さんも全員おる中で、全然お店が回らないっていう状況があって、で私自身も、まあ、オープニングスタッフっていうのと、まあ、初めてやるラーメン屋さんっていうのがあって、でそれプラスでザギンさんってやっぱり言葉遣いとか礼儀作法がやっぱり厳しいっていうのがあって、今までやっぱり居酒屋で働いてた分そういうのがなかなかついていけなくて、特に礼儀作法と言葉遣いではかなり苦労しました。愛想いいだけではやっぱりやっていけない部分があったので、そこがしんどかったです。元気だけではいい。そうですね、はい、元気がいいのはいいんですけど、やっぱりはい、ザギンプライドっていうか、そのやっぱり世界一かっこいいラーメン屋さんっていう名目でやってるんで、そこはやっぱりアルバイトとしてもそこは絶対に守っていかないといけないとかだと思ったんで、そこはしっかりやっていこうと思ってます。将来の夢はこういう風になっていきたい、こういう風な大人になっていきたいっていうのを、はい、先ほども申し上げたんですけど、まあ、最初やっぱり消防士で人助けをしたいなっていう思いがあって、まあ、勉強してたんですけど、まあ、人助け以外にもやっぱりいい仕事もいっぱいあると思っていて、で、まあ、ザギンさんもやっぱり礼儀も正しくて言葉遣いも丁寧でっていうのが、やっぱりどの職場に行ってもやっぱり役立つんじゃないかなと思っていて、っていう面で僕の人柄というか的によく言われるのが、まあ、社会人との方と関わることも多いんですけど、営業向いてるんちゃうっていうのを結構言われることが最近多くて、っていう話を聞いているときに、やっぱり、まあ、一般企業で、まあ、営業をやっていくとかっていうのも、まあ、やってみたいなっていうのはちょっとあったりしながらも、やっぱり公務員の道も諦められへんっていうのがあって、もう3回生で就活も始まっていくんですけど、とりあえず、まあ、どちらも勉強しとけばっていう形で。最後です、はい、あなたにとってかっこいいとは教えてください。ザギンの社員さんって皆さんやっぱり髪の毛と服装からやっぱりカッチリ、まあ、バイトもそうなんですけどしてるんですけど、やっぱりそれ以上に最近は強く感じるのが、お客様に対する視野の広さというか、例えばお客様がまあ髪の毛を触っていたら髪ごもを渡してくれたとか、まあ、お客様で白いの着てたら髪エプロンを着てたりとか、やっぱりそのお客さんの細かい、まあ、気遣いというかっていうのとか、やっぱり社員さんのアルバイトに対する
まあ、めちゃくちゃ細かいことなんですけど、髪色変えたなとか、髪型変えたなとか、髪切ったとかっていう、やっぱり何に対しても細かく細かいことに気がつけるであったり、気が利くであったりっていうのがやっぱりかっこいいにつながるんじゃないかなっていうのを思います。そういう気遣いとか気が利くっていうのがやっぱり、まあ、将来どの職業に就いたとしても役に立つものじゃないかな感じでは思っています。